こんにちは、元バンディット 400V です。今回は紹介動画をお届けします。今お見せしてますけども、ジーンズ PC でメガネを購入してきました。で、過去に何度か、ジーンズで、購入したメガネの開封動画は投稿してるんですけども、まあ、今回は、開封っていうよりは、まあ、紹介の動画になります。早速開けていきますけども、まあ、今回購入したメガネがこれですね。はい。で、実は今使ってるっていうか、今まで使ってたメガネはこれで、これもジーンズで購入したやつです。で、まあ、金属製の一般的な形のメガネです。で、まあ、古くなったんで買い替えたんですけども、まあ、一つはここの鼻当てのところですね。これが劣化します。で、一回交換したかな。これは無料でお店に持っていくと交換してくれます。なんですが、まあ、これが劣化するっていうのと、あとは金属の何でしょう、緑色のサビっていうんですかね、それがちょっとこの鼻のところは、汗の影響なんでしょうけども、緑色のなんかサビみたいなのが出てくるというのと、あとはこの、耳の部分のこのプラスチックが劣化して、まあ、ひびが入ったり、割れて、ひびっていうか割れ目が入ったり、あとはこの金属部分の塗装が剥げたりですね、まあ、そんな形の劣化が進んでますというのと、ちょっとあと見えないんですけども、レンズの端のところが何て言うんでしょう、その表面加工がこう剥がれてくるっていうんですかね、というのもあって今回買い替えました。これは普通普段使い、運転するときとか遠くを見るときのメガネですね。部屋の中で、も使ってます。で、今回買い替えたのはこういうレンズというか、こういうタイプなんですけども、まず、このフレームはプラスチックで、すごく柔らかいやわやわのものにしました。あとはこの鼻当てのところが、フレームと一体化してるやつですね。先ほどのような鼻当て交換できるタイプのやつじゃないやつにしました。まあ、使ってて今お話したような劣化が出てくるので、まあ、そういうタイプじゃないやつをちょっと今回は選んでみましたと。あとはこのレンズっていうか下がですね、フレームの形がこういう、ちょっと名前ね忘れたんで後からキャプションで入れておきますけども、このフレームがレンズの周りをこう囲ってないというやつにしました。これはまあ今までこういうタイプのメガネ買ったことなかったんで、まあ見栄えも含めてちょっと新しいやつにチャレンジという形にしました。で、ちなみに、遠近両用メガネも使ってまして、まあ、おじさんで老眼と近視と両方入ってるやつで、それがこれもジーンズで購入したんですけども、これもプラスチック製なんですが、フレームはちょっと固め、先ほど見せたやつよりはもうちょっとカチッとしてるタイプのメガネで、まあ、鼻当てのところは本体と一体化してて、というタイプなんです。で、これ、まあ、使ってて特に使い勝手が悪いというところもなかったんで、今回これと同じようなタイプので、かつそのフレームの下が切れてるっていうタイプのメガネにしてみました。ちなみに
メガネと一緒にこういうレンズの取扱説明書と、あとはこれはメガネそのものの取扱説明書かな。こんな、これ多分ここは仕様ですね。私近視と乱視と、両方入ってて、かつ、老眼もあるんで、今回は近視と乱視が入ってるレンズで、標準レンズですね。オプションだと色がついてたり、ブルーライトカットとかっていうレンズもあるんですけども、今回は普通の標準的なレンズ、薄型のやつですかね。なんで、お値段は5,500円、安いですね。ジーンズを知る前は普通のなんだメガネスーパーとかそういうメガネ屋さんで買ってたんですけども、 4,5万したような気がするんだよね。なんかえらい高い買い物してたなという感じがします。5,500円で、遠近両用とかそのオプションのレンズでなければ、当日、会計した後に、私が行った時は、50分かな、約50分で、レンズを削って、入れてもらえると。ちなみに、このレンズ下がこうないやつは、わかるかな、ここの鼻当てのところにちょっとちっちゃい穴が開いてまして、でここにこうなんだろう、レンズの加工で、この穴にこうはまるような加工をレンズの方でしてます。で要は外れないような作りっていうんですかね、それになってます。あともう一つ最後にご紹介したかったのが、スマホアプリ、これかジーンズというアプリがありまして、これか、購入履歴とか、保証書とかが見ることができます。これか、これは今回購入したメガネの仕様が出てますよと。あとは、保証書ですね、だと表示することができますよと。なんかクーポンとかもなんか入ってましたね。何のクーポンでしょう、これは 10% オフですね。そんなメガネ何本も買わないよね、9月までか、これ今月中。こういうクーポンも、もらえますと。そんなに使わないですけども、この履歴と保証書がスマホに入ってるっていうのはちょっと便利かなと思います。はい、今回はジーンズで購入した普段使いのメガネの紹介動画でした。以上です。